岡山の魅力を発信しようと新たなプロジェクトが始まりました。誰もが知っているあの人が岡山を PR する晴れのクリストに就任です。皆さんこんにちは、岡山理香です。晴れのクリストに就任しました。ということで、これから理香ちゃんが SNS を通じて岡山の魅力を発信します。今日から始まった岡山県魅力発信プロジェクトです。茨城知事、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、岡山理香です。岡山の魅力を発信する晴れのクリストに就任したのは、着せ替え人形でおなじみの理香ちゃんこと香山理香さん。岡山の観光地などを訪れて各地の魅力を発信するということです。ちなみになぜリカちゃんこと香山リカさんが岡山の晴れのクリストに選ばれたかというと、おー香山リカ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 、おーリカちゃんが発信する観光情報などは特設サイトと岡山県公聴広報課のインスタグラムやツイッターなどで今日から配信されています。就任期間は3月31日までです。